ロレスリング柴田参上。やらかしたYouTuberを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、はい、どうも、柴田です。今日はですね、まほとくんがジェネシスワンを辞めた件を、まあ、なんか僕なりに考えることをお話ししようかなと思います。まあ、別にもう俺詳しくないから、事務所云々ってことは詳しくないんで、他の YouTuber のことだから、まあなんか個人的な感想というか、みたいなのをね、ちょっとお話ししようと思います。まあとりあえずジェネシス1は無能の集まりなんだろうね。これまで数多くの有名 YouTuber を、所属していたのに、もう一人ずつ手放していって、PDR とかデカキン、シバナン、東海オンエア、ヘキトラハウス、マホト、タケヤキとか、数々の有名 YouTuber がいなくなっていくってことは、もう本当に無能、本当に無能な、人がやってる事務所なんだなと、まあ、再認識したんですけども、まあでも俺がね、やっぱ思うのはね、なんかみんななんか軽く事務所に入るよね、簡単にね、事務所に。俺は、まあ、ジェネシス1はないか、ジェネシス1とキーと、まあウームもないんだけど、2、3年前ぐらいに MCN が乱立して、で YouTube 上に、まあまあ、その MCN がこうたくさんできた時に、ウーム以外のほとんどの MCN からお誘いが来たんだけど、俺どこにも入らなかったのよ。なんでかっていうと、これ前も話したんだけどね、まあ、案件は案件で入ってくるし、ある程度有名になったら入ってくるし、でパチンコの営業なんかも、まあ、自分でできるっちゃできるし、で今も自分で回してるし、で、まあ、ライブなんかやりたくてもさ、まあ、俺はライブじゃないけど、トークライブみたいのも2回3回ぐらいやったんだけど、それも別に自分でできるっちゃできるんだよね。だからなんか別にみんなね、事務所とかに入らなくてもさ、自分でやりゃいいのになってもう思うんだよね。それこそ、まああと多分事務所に入って一番楽なことって言ったら、 YouTube のこの税金関係のこととか、多分税理士とかついててうまいことやってくれるんだろうけど、そういうのも全部さ、まあ、グッズ販売とかライブイベントとか、税金関係とか、まあ案件とかもできるでしょ自分でっていう感じで、なんかみんな事務所に、まあ、ジェネシス1に入ってさ、文句たらたら言いながら辞めていくのが結構滑稽で、いや お前らそもそも自分でやれよと文句言うぐらいだったら最初から事務所入らなくて自分でやりゃいいのにな、なんて、やっぱ思うんだよね、俺から見るとね。だからまあでもしょうがないのかな、やっぱヘキトラとか、まあ東海もそうだ、みんな若いっちゃ若いからね、頭もそこまでね良い子たちじゃないからさ、まあじゃあ俺が頭いい、自分で自分のこと頭いいって言ってるんじゃなくて、まああんまりこうなんて言うんだろうな、クリエイターではあるけど、多分そのビジネスマンではないから、だからそういうところで、まあ事務所に頼りたいって気持ちがあるんだろうねっていう中でね、まあそのみんなアホだなと辞めるぐらいだったら最初から入らなきゃいいのにななんて、はい、思いました。ヘキトラーが辞めた時も同じようなこと言ったんだよね、俺ね、入らなきゃいいのにっつって、
はい、そんな感じですね。なんかみんなバカだなと、ただそう思ったっていう。あとあれだな、みんなウームに移るだろう。ウームになんかこう吉本みたいになってきたよね。あの YouTube においてのウームが、芸能界、テレビの業界においての吉本みたいな感じで、まああんまり有名じゃない YouTuber も吉本に入ってるっていうブランドが欲しいみたいな、でウームに入ってますっていうとなんかちょっと箔がつくみたいな、そういう感じの立ち位置にちょっとウームがなってきて、で俺テレビ業界をこう吉本が乗せてるのもあんまり気持ち悪くて好きじゃないんだけど、吉本の芸人もね、なんだけどなんか YouTube の世界も結構芸能界みたく、なってるなと。一つの事務所が、大きい事務所がね、バーニングとか吉本とかさ、それをこう乗せてさ、っていう感じになってるのがちょっと気持ち悪いなっていうのと、つまんないななんて、はい、思いました。いやまあしょうがないのかもしんないけどね。うん、結局テレビの後追いじゃないけど、まあテレビがやってきたことを結構繰り返してるようなところもさ、 YouTube あるからさ、まあある程度しょうがないのかもしんないけども、まあできれば俺はでも入るんだろうな、まあできれば俺はこう一匹狼を貫いてね、新しい事務所を自分で立ち上げるなりなんかこうやってほしいんだけども、なんか結局皆さんウームに入っていきそうで寂しい気持ちと、気持ち悪っていう気持ちと、なんか微妙な感じっすわ。はい、こんな感じで、まあ僕はまあもう言わずもがな、これからも、一人でやっていきます。まあ、ヒカルラファエルと仲良くしてるけども、キーにもバズにも入るつもりはありません。なぜなら、全部自分でできるから。で全部自分でやってこその YouTuber じゃねえのね。YouTuber ってそういう事務所とかそういうのがないから、自分一人で何でもやっちゃえるし、何にも属してなくても上に行けるから YouTuber がいいんじゃねえのっていうのあるんで、僕はどこにも入らず頑張っていこうかなと思います。はい、そんな感じですかね。はい、そんな感じで、すいません、ちょっとダラダラと、僕が、まほとくんがジェネシス1を辞めてね、まあ、ジェネシス1事実上の解散、解体についてちょっと思うことをお話ししました。そんな感じで、柴田でした。バイバイ。